横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋館、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の上茶谷、対するカープの先発はエースの野村、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の上茶谷マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは西川。背番号63。第3球を投げました。打ちました。左中間のフライ、レフト前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー一塁という場面で鈴木。背番号1。第9球投げました。打ちました。初球取って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナー堂林残塁に終わりました。ベイスターズ立ち上がりを無得点に抑えています。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮崎。第1球変化球見送ってストライク。第2球見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。投げました。打ちました。いい当たり。ワンバウンドヒットになった。センターからセカンドへ。ベイスターズさらに1点追加。宮崎タイムリーツーベースヒット。ベイスターズ3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは宮崎。第1球投げました。初球見送ってストライク。第2球投げた。打った。強い当たり、抜けた。宮崎いいバッティングを見せました。ベイスターズここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面でピレラ。打ちました。引っ掛けた。フラフラっと上がった。取りました。これで3アウト。4回の表が終わって5対3。上茶谷この回さらに1点を失いました。ベイスターズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で磯村。初球スクイズ掴んだ。1塁送球、スクイズ成功。カープ1点返しました。バッターは7番上本、今日3打席目。投げた。膝元、空振り三振。ボール球で仕留めました。5回の表が終わって5対4。上茶谷この回さらに1点を失いました。ベイスターズ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で宮崎。ストライク、まずは見送りました。第2球投げた。打った。これは強烈、伸びた、伸びて、センター見上げた。ホームラン、ツーランホームラン。スタンドへ突き刺さった。サークルチェンジを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で宮崎。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。初球空振りから、打った。いい当たりだ。ヒット。ボールが点々と転がっている。ベイスターズ1点入りました。8対4。宮崎タイムリーツーベース。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で宮崎。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。1塁へ1つ牽制球を送りました。さあ次の投球、インコース引っ張った。クリーンヒット。宮崎ナイスバッティング。カープ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で堂林。今日はここまで3打数2安打1三振。外へ逃げるスライダー、空振り三振。最後はキレのある変化球。ベイスターズ見事勝利を収めました。
さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ